こんにちは。 Google 認定教育者レベル2のマイトです。一体あなたはどういうふうに Google クラスルームで授業してるんだいっていう質問を受けることがあります。そこでこの動画では私が普段使いでどのように Google クラスルームを使っているかを少しだけ説明してみたいと思います。授業をクリックして作成をクリックします。課題をクリックします。タイトルに学費何時間目か教科何の授業をするかを記入します。課題の詳細に授業の流れを記入します。子どもたちが見ただけで何を知ったらいいのか分かるようにしておきましょう。この授業ではジャムボードを使いたいのですが、作成からはジャムボードを作ることができません。一旦課題を下書き保存してクラスのドライブフォルダを開きます。新規その他 Google ジャムボードの順にクリックします。作成して共有をクリックします。ジャムの名前を変更します。授業の目当てを記入しておきましょう。フレームを増やしてその授業で行う活動を入力します。これでジャムボードができました。ジャムボードは閉じましょう。下書きを開き課題を編集します。追加をクリックして Google ドライブをクリック。今作ったジャムボードをクリックして挿入をクリックします。生徒はファイルを編集可能に変更してトピックを作成します。社会と入力して課題を作成します。課題を作成をクリックしましょう。それでは子どもたちの画面で確認してみましょう。セカンド君とサード君に先ほど作った課題が表示されています。クリックして課題を表示します。授業の流れを確認します。子どもたちは今日の授業がどのように行われているのかを確認して見通しを持ちます。そして教師の指示に従ってジャムボードを開き付箋を記入したり書き込んだりして授業に参加します。いかがでしたか？普段の授業の準備とそれほど変わりないということをご理解いただけたのではないかと思います。人それぞれいろんな授業の流し方あるかと思いますので、この動画にとらわれずいろんな方法で Google クラスルーム使っていただければと思います。それでは次の動画でお目にかかりましょう。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。